Hey guys, my name is Kwami. どうも、Kwamiです。よろしくお願いします。ちょっとね、カミカミですみません。口が動きません。ちょっとここが寒くてですね。はい。今日は何の話をしていくかっていうと、携帯電話、スマートフォンのキャリアについて話していきたいと思います。以前私は6年、7年くらい前にドコモを使っておりました。で、料金がね、ちょっと9000円とかね、毎月払わなければならないので、高いなというふうにね、感じており、不満で、料金の高さが不満で、別に払えなくはないんですけど、払いたくなかったんですよね。で、その不満で、Y モバイルに乗り換えました。そのね、乗り換えた当時は、MVNO と呼ばれる業者。あと、Y モバイルっていうね、ソフトバンクグループの、一派。というか、ソフトバンクグループの中の Y モバイルというものしかなくて、今のようなね、UQ モバイルとかね、LINE モバイルとかね、そういったものはなかったので、電波を借りる側の MVNO か、電波を貸す側の Y モバイル、まあソフトバンクグループの Y モバイルなのかっていう選択肢で、Y モバイルかなっていう風な感じで、乗り換えを決意しました。で、乗り換えてどうだったのかというと、非常に大満足です。はい。まず価格じゃなくて、利用料金が、安くなりました。最初ね、ドコモで9000円払っていたものが、4,600円くらいになったのかな。なので、半額くらいにはなったかなというふうにね、感じております。で、あとは、通信速度もそこそこ速い。まあ、普通に使える通信速度。あとはね、10分間、電話かけ放題。非常にいいです。もう大満足。そのね、乗り換え当時、噂で聞いてたんですけど、Y モバイルじゃない、MVNO という業者のインターネットが、お昼とかね、通勤ラッシュ時とかね、使いたい時に、使えないとかね、非常に遅くなるという噂を聞いていたので、Y モバイルにしました。もう本当にね、その時間違えなくてよかったかなっていうふうにね、感じております。はい。本当に Y モバイル良かったです。で、Y モバイルとドコモの違いっていうのをちょっとお話ししていきたいなというふうにね、思います。で、ドコモの話が結構昔の話になるので、今の状況と全く違うかもしれないんですけど、ドコモはドコモで非常にいい会社。もう手厚い介護みたいなね、感じの接客をしてくれる会社でした。ドコモは、スタッフにね、全部任せっきりでも大丈夫な会社かなっていうふうにね、思います。何か問題があったとしても、なんとかしてくれる。うん。なんとかなるっていうことが、多々あったかなというふうに思います。ただ、一方で、Y モバイルはちょっとドライな感じの会社ですかね。ルールブックがあって、ここにこう書いてあるから、こう、みたいなね。なんとかならないんですかみたいな相談しても、いや、ちょっとここにもうね、ルールでこう書いてあるんですよ、みたいなね。感じで、なんともしてくれないっていう感じ。まあ、これが普通なんですけど、ドコモが、手厚い介護のようなね、接客をしてたっていうね。まあ、それはそれで、それなりの料金は取ってるんですけどね。うん、ドコモでね、前、確かね、オリンピックアスリートが海外で
携帯電話使いすぎちゃって料金高くなっちゃってどうにかなんないのっていうふうにね、ドコモに相談して、じゃあ仕方ないんでこうしま、これこれこうしましょうみたいなね、なんかやってくれてたような、なんかそう、その時もね、手厚い介護のようなね、対応をねしていたなというふうにね感じております。で、ワイモバイルでもしそういう問題が起きたとしても、多分一切折れないと思いますね。だから、契約書に書いてあることは、その通りにやるみたいなね。まあ、普通ですよね。普通の会社です。結構ね、ワイモバイルに関して文句を言ってる方がね、いるんですけど、そういう方に限って、契約書をしっかり読んでないとか、自分で考えて決定してないとかね、そういう人が多いのかなというふうな、私個人の、印象ですね。まあ、どういうことかっていうと、話すとめちゃくちゃ長いので、そこは省略します。話そうと思えば話せるんですけど、ちょっとね、動画が長くなっちゃうんで、やめておきます。まあ、料金だったり、あとは、サービス面に関してですかね。まあ、サービス面って言ったら、まあ、保証とかになるんですけど、保証がこうします、ああしますって言っても、例えば iPhone が壊れました。修理してくださいとか、交換してくださいとか言っても、やっぱり会社間のね、力関係っていうのがあって、できることできないことっていうのはあるんですよ。一応、保証としての枠組み、そういう、契約はあるんですけど、なかなか難しく、うまくいかないこととかもね、ただ出てくると思います。まあ、iPhone の、安心パックってあるんですけど、安心パックを契約して iPhone の交換とかをしたいですって言っても、iPhone の、在庫がなかったりとかね、交換ができなかったりとか、そういうね、ことが多々あります。でも、それは契約違反じゃなくて、ちゃんとね、契約書に則った方法を取っているので、別にね、違法性はないんですけど、まあ、そういう感じで、まあ、ドライな会社かなっていうふうにね、思います。ちょっとね、長いな。いまいちね、はっきりね、説明できてないんですけどね。ちょっと、じゃあ、まあ、次行きます。普通にちゃんと約束は守ってくれる会社なので、悪い会社では全くございません。で、ワイモバイル契約してよかった点。私が契約した時は、なんだったっけな、いい買い物の日とかね、そういうので非常にサービスが良くて、割引率も良かったりとかね。あとね、私が契約した最初のネクサスって言うんですけど、ネクサス6か。それがですね、外れの機種で、私の個体だけ外れだったみたいで、電源入れました。そしたらいきなりね、再起動ループみたいなね、ぐる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 ってずーっと続いて、でも、あいつになったら終わるんだろう、この再起動、と思ってたら、そのね、スマートフォンが発熱しだして、持ってらんないくらい熱くて、あっちーってね、投げちゃったりとかしてね、火がつくんじゃないかなとか思ったりね、そういうこともありました。で、買ったお店に行ったら、すいません、こちらの店でって言ってね、ちゃんと対応してくれました。ただね、その初期不良を認めてくれるのが、1週間以内とかだったんで、私はすぐ行ったので、なんとかなりましたけど、そこはね、やっぱりね、ルールブックに書いてある通り、購入してから1週間以内に来てくださいみたいなね。そういうのがあるので、見逃さないようにね、していただきたいなというふうに思います。なので、いろいろ自分の仕事が増えて大変になるんですけど、考えて行動すれば、うまく付き合える、いい会社です。で、あと、ワイモバイルにしていい、するメリットっていうのは、ヤフーショッピングがお得になるということがあります。で、どういうことかというと、
Y モバイルの携帯を契約すると、なんて言うんだろう、ヤフーのプレミアム、ヤフープレミアムっていうんですか、その会員に無料でなることができるんですよ。で、それと、エンジョイパックっていうものがありまして、月々の通信制限がかかって、エンジョイパックっていうのがあって、500メガの、エクストラパックみたいなね、おかわりみたいなね、パックがあるんですけど、それを契約すると、500円かかるんですが、500円分のヤフーショッピングで使えるクーポンが、もらえたり、あと、ヤフーショッピングのポイント還元率がそのエンジョイパック分だけ、高くなったりとかね、いろいろメリットがたくさんあります。なので、もし、ヤフーショッピング結構使うよっていう人にはすごくおすすめの、携帯のキャリアなのかなというふうにね、思っております。私は、最近ヤフーショッピングにちょっとね乗り換えつつありまして、もっと早くねヤフーショッピングで買ってればよかったなとか思ったりね、して考えて思いました。で、なんだっけ、乗り換え直後になんかね、エンジョイパックに入らなきゃいけなかったんですよ。で、その間、その時は、ヤフーショッピングなんだよ、こっちはアマゾンめっちゃやってんだよ、みたいな。アマゾン推しだったんですよね。アマゾン推し。アマゾン推しだったから、ヤフーショッピングなんか知らねえよみたいな感じで、2年くらいヤフーショッピングで使える500円分のクーポンを捨ててたっていう、ことなんですね。もったいなかったなーというふうにね、今考えれば思うんですけどね。なんであの時ヤフーショッピングやらなかったんだろうとかね。なんでかなーみたいなね。まあ多分めんどくさかったんでしょうね。ちょっとね、今考えると本当にもったいないことをしたなっていうふうにね、思っております。はい。ちょっとね、いろいろね、脱線したりね、ごちゃごちゃしたりして、わかりにくくしてしまったんですけど、まとめると、ドコモは、料金高いけど、機種の選択肢もたくさんあって、しかも手厚い介護のような接客対応をしてくれるいい会社。まあ私の個人的な意見ですけど、Y モバイルは、ルールブックに従ったことしかしないけど、料金が安い。通信速度もそこそこ速いっていうか普通に速いで、ただで10分間の無料通話、何回でも無制限のものがついてくる。そして、Y モバイルは、ヤフーショッピングを使ってる方にはすごいおすすめできる、携帯キャリア、無料でヤフープレミアム会員になれるし、ヤフーショッピングのね、クーポンがね、毎月、もらえる、条件を満たせばもらえる。あと、ポイント還元率も高くできる。そう、T ポイントね、貯めてる人にはいいかもしんないですね。T ポイントとか、PayPay 使ってるよっていう人にはね、本当にいい、会社です。ただね、ルールにしか従わないよっていう会社なので、しっかり自分で考えて理解して、わからないところはね、質問しに行ったりとかして、自分がしっかり考えてやるよっていう風なね、風に考えていかないといけない会社かなっていう風にね、思います。両者ともにいい会社です。ただ安いのはヤフーじゃなくて、Y モバイルです。
はい。そんな感じで、まとめるとこんな感じ。はい。では、そんな感じで、今日は以上です。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメント、よろしくお願いします。では、失礼します。バイバーイ。ちょっとね、長くなっちゃった。すいませんでした。また見てください。バイバーイ。